こんにちは、萌です。今回はですね、私画家が使っている筆を、紹介したいと思います。リアルにね使っている筆、それをねいろいろ種類に分けながらお話ししたいと思います。で、私が使っている、めちゃめちゃ使っている筆と、そこまで使わない筆もちろんあります。で、全く使ってない筆もあるんですけど、多分私が持っている筆を合わせると100本ぐらいにはなると思うんですが、その中でもこれは何本あるのかな、 5,60 本かな。こうやって選抜でこうよく使うかなって思う筆はこういう風に箱なんですけど、これに入れて、いつも絵を描こうとしたらキャンバスとパレットと絵の具とこれをドンと置いて、その時に使いたい筆をこうピックアップしてですね使っています。で、今回は私のよく使う筆ランキング、ちょっと3位ぐらいまでと、使わない筆もちょっと紹介したいなと思います。はい。で、まず私が一番使っているもう第1位の筆がこちらです。じゃん。これ私が動画でよく喋っているんですが、これはですね平筆になります。平筆っていうのはこのその文字の通り平らな筆って書くんですけど、こういう風にね平らです。なんていうのかな、平べったい感じの筆で、この先が、筆先がこういう風に四角くなっているもの、これ丸くなってるやつもあるんですけど、それはフィルバートといってまた違うものなので、この平筆ですね、カクカクっとなってるやつ、これを私は一番よく使ってます。そして平筆も大きさとか長さがあるんですが、私が使っているのはこれぐらいが多いですね。幅が1センチぐらいのやつで、長さ、毛の長さが 1.5 センチぐらいのやつですね。これをめちゃめちゃよく使ってます。で、ちょっとこれもう使いすぎて白くなっちゃってるんですけど、これもともとはこういう綺麗な真っ黒いインターロンの筆はですね、こういう色をしています。で、毛先もこんな感じで、ちょっと 白と黒が混ざった感じの、ちょっとおしゃれな感じのね色になってます。で、これはですね、ちょっと見てもらえると分かると思うんですけど、すごく毛が柔らかいんですよ。なので細くて柔らかいので、本当は水彩画とかに適している筆になります。なんですけど、私はアクリル絵の具でめちゃめちゃ使ってます。で、ただこれ油絵とかアクリル絵の具を描くときにこれ使ってもいいんですけど、こうキャンバスにガシ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 こう擦るように描くと毛が細くて柔らかいので痛みが早いです。なので、まあ普通に紙に水彩画で描くようなのだと結構持ちがいいんですけど、ボロボロに、ね、なったりしやすくなるので、その辺はねちょっと気をつけながら描いた方がいいかなと思います。はい。で、これがね私がよく使う第1位。そして第2位はこれもちょっとねもう使いすぎて綺麗なやつがねないんですが、これもまたインターロンの平筆なんですが、これはめちゃめちゃ細めの平筆です。さっきのと比べるとこれぐらい違います。長さは1センチ弱なんですけど、これね半分ぐらいかな、これぐらいなんですが、この幅、この幅が 0.4 センチ、4ミリぐらいですか、3、4ミリです。これをよく使っています。ちょっとよく使いすぎてね、ここはボロボロなんですけど、この2つがねもう本当トップで使っている筆になります。で、平筆って結構使い勝手が良くて、どういう時に使うのかというと、この大きい筆、これはですね私がよく描く絵がですね大きいキャンバスに描くことが多いので、これぐらいの筆を使うことが多いっていうのはあるんですけど、リアルな絵を描く時もちょっと抽象画っぽい絵を描く時もなんですけど、こういうちょっと太めの面が太いやつはですね一気に色を塗りやすいです。
でもちろんすごく大きいものを描くときはこれじゃ小さすぎるのでもっと太い刷毛みたいなものを使ったりっていうのもあるんですけど、まあ 人物画とか例えば普通の人間の大きさぐらいの顔を描くときとかちょうどこれちょうどいいぐらいこの例えばほっぺのあたりこれでサササササッとグラデーションつけたりとかそういうのがしやすいです。グラデーションとか綺麗にするときは平筆がねとてもおすすめです。でこれぐらいの太さがめちゃめちゃちょうどいいです。でこれでざっと例えば写実的なリアルな絵を描くんですが例えば顔を描くとき目とか口とか細かい部分描くときはこれじゃちょっと太すぎるっていうときはですねさっきのこれ細い平筆を使って描きます。でこれで小さい細かいグラデーションとかも、まあ、平筆なのでそこはねしやすいので細かいですがこれで描いていくって感じです。そして私の使う、めちゃめちゃ使うっていうランキング3位、まあ、これね1位2位3位はほとんど同じぐらいなんですけどこれです。ちょっとこれねじゃん。これもインターロンです。私最近ちょっとインターロン推しなんですけどこれはラウンド筆といって毛先がこうシュッと細くなっているものです。で見た目ねそんなに変わらないじゃないかって思うかもしれないんですけど平筆とこのね、形が全然違うんですよ。大きいやつの方が分かりやすいですよね。これとこれ違いますよね。これが平筆とラウンド筆の違いです。ラウンド筆ってこう普通の書道で書く時の筆みたいな感じに見えると思うんですけどこういうのをラウンド筆って言います。でこれが平筆ですね。こう横にするとちょっとボサってなってるんですけど細くなってこっちが太い面こういうやつですね。でこれはくるくるっとしても全部こう同じ均等にこうなってる筆になります。でこれのめちゃめちゃ細い版がこれです。でこれをめっちゃ使ってます。これを使うときはさっきのこの小さい平筆でも描けないような細かい部分例えば目のまつげとか眉毛そういう一本一本描かないといけないところとかあとはハイライトをちょっとちょんとつけたりとかそういう時にこれを使います。でこの3つ、私写実的な絵を描くときこうリアルな人物がリアルな、なんて言うんだろうスティールライフって言ってこう物を描くときリアルな物を描くときはですねこの3つ使わないことがないです。これはね必ず使っている3本です。でこれ別にインターロンじゃなくてもいいんですけどちょっと今家にあるっていうか今使っているやつがこれなんですけどもちろんホルベインさんのやつとかですねあとアメリカから買ってきたブリックアートの、筆とかも使ってます。あとはたまにホームセンターで売っているめっちゃ安い3本セット500円ぐらいのやつあれも壁画用に買うんですけど壁画で下ろすのもったいないからと思ってとりあえず1回2回3回はキャンバスで使ってから壁画に下ろすっていうこともしたりします。でこれもね多分壁画用に買ったんですけど意外に良かったのでこれねもうどこで買ったかも覚えてないぐらいもうなんかペンキがつきまくっててちょっと若干曲がってるしもうボロボロなんですけどこれも今もね使ってますキャンバスに。しかもこうやって見えるかなこのねこの本当は全部同じ長さだったのにもう削れちゃって周りが短くなってるんですよ。ここなんでこういう筆は本当は使いにくいんですけどこういうボサボサの筆をわざと使う時っていうのもあるんです。でこれもですねいろいろ私の動画を見てくれてる方はですね使い方わかると思うんですけど髪の毛の線を描いたりとかあとはちょっとこう押してスタンプのように書くときに使うとかいろいろね使い方があるのでこれボサボサにこういう風になっても結構使えるので
もうこれがポキッと折れたりとかですね、もう本当に使えない、もうこれがパカって割れちゃって使えないってならない限り、私はね結構使うので、皆さんもちょっと我慢して使ってみてください。いろいろ試してみてください。はい、で、私が使ってるランキング3位まではそれなんですが、私が使わない筆第1位、これこちらです。じゃん、この扇筆、扇形の筆です。ファンブラシっていうんですけど、ファンっていうのはこの、あの扇風機ファンって言いますよね、それと同じで扇、この扇ね、なのでファンブラシって英語では言いますが、この扇形のブラシ、これね、もうこれ使い方あるんですよ。あの葉っぱを描いてる、これの使い方も昔動画にしてあるので、そちら見てもらえたらと思うんですが、こういう絵を私がなかなか描かないので使わないっていうのはあるんですが、これめっちゃ使う人もいます。風景画を描く人とか特にですね、これ使う人多いと思うんですけど、私が風景画を描くときもこれを使う機会があんまりないので、これはねもう 3,4 本持ってるんですけど、全然ね綺麗なままです。いろいろこれもだ、これもね全部綺麗なまま、一応買ってはあるんですが、たまに使うんですけど、まだね綺麗なままあります。で、まあこれもすごく楽しい、筆なので、風景がちょっと簡単にというか、ささっと描きたいなっていう方とか、これもね、水彩画とかにも使えるので、ちょっと面白いと思います。これね、試したい人ちょっと使い方の動画見て試してみてください。これがでも私が使わないランキング1位の筆です。はい、でそして、まあこれ以外、これが飛び抜けて使わないので、他は結構ねまんべんなく使うんですけど、あとはこういう筆ですね。こういう筆、これさっきの筆と何が違うんだって思うかもしれないんですが、この平筆、これあんまり使わないです。なんでかというと、この毛がちょっとね硬め、硬いというかちょっとプラスチック感がすごい筆、そして毛の量が少ない、こう見た時にね毛の量が少ないんです。私が好きなのは結構こういう風に毛の量が多い筆が好きです。まあ、これはちょっと使ってるのでファッとなってるっていうのもあるんですが、それでもね毛の量がこっちの方が多いんですよ。これインターロンです。で、同じ太さぐらい、同じ大きさぐらいなんですけど、もう断然こっち使ってます。これはねほぼ使わないです。なのでもうこれも何回か使ったんですけど、やっぱ合わないので、これは壁画行きになります。私の場合壁画描くので、こういうのも壁画ではね、こういう細かい大きいもの描くときは、小さいところ細かいとこ描くときにこういうの使えるので、全然使わないっていう筆はあまりないんですけど、キャンバスで使うことがないっていう感じですね。はい、そういう筆と、あとはこれかな、これはねどこで買った、これアメリカで買ったんですけど、もうちょっと使わなすぎて形が変になっちゃったんですが、これはラウンド筆、はラウンド筆、ちょっとボサボサですがラウンド筆で、しかもこの柄の長いもの、長いですよね。これ私の動画見てくださってる方は分かると思うんですが、何用かというと油絵用の筆です。で、油絵はですね、こういうふうに遠くキャンバスから遠く離してちょんちょんって描けるように、ここの絵が長いんですけど、私の場合昔はですねこういう風に描いてましたが、まあ、こうやって描く時もあるんですけど、あんまりねこう遠くからこう見てこう描くっていうのがあんまりないんですよね。ざっと描く時もやっぱり近くで描く方が私的には描きやすいので、絵の長い筆をあんまり最近使わなくなってきました。なのでこの子はちょっと眠っています。結構ね長い筆持ってるんですけど、ちょっとねあんまり使わないです。
でこの長い筆でも結局短いこの辺持って書いちゃうので、それだとね疲れちゃうし意味がないのでですね、そんなに使っていません。なのでこれぐらいですかね。で使わない筆というとこの扇ブラシとこのちょっと硬い、まあ、これも安いんですけど、安いやつ買っちゃったのであれだったダメだったんですけど、この毛の少ない平筆と柄の長い筆、これがですね私の使わないランキング1、2、3位になります。はい、もうちょっと使わないランキングいらないかもしれないんですけど、そんな感じでですね私の筆たち、よく使う筆とね使わない筆がいろいろ入っております。私が推しているインターロンの筆、これも Amazon でも売ってるのでですね、リンク概要欄に貼っておきます。であとは私がおすすめする、他の筆はですね、まあ、ホルベインさんとかいろいろな、もあの筆出してます。もちろんターナーさんとかも出してるんですけど、それもですねおすすめできるもの、リンクあったら貼っておきますので皆さんもねチェックしてみてください。でこの筆はどうやって使うのとかそういう質問があったらですね、ぜひコメント欄に残してもらえたらと思います。はい、ということで私のおすすめの筆1、2、3位平筆、大きい平筆、小さい平筆、小さめのラウンド筆、これがあればとりあえずいろんなもう何でも書けると思います。なので皆さん今から始めようと思う方はこれとりあえず揃えていたらいいかなと思うので、ぜひぜひこれを買って絵を描いてみてください。ということで、この動画いいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。